TVA 本部テネシー川流域開発公社は1933年にアメリカ大統領フランクリン・ルーズベルトが世界恐慌の対策として実施したニューディール政策の一環としてテネシー川流域の総合開発を目的として作られ失業率対策として行われたアメリカ政府による公共事業またアメリカ政府の機関である本部はテネシー州 ノックスビルに置く。32個の多目的ダムなどの建設を中心とした総合開発で失業者を大量に吸収し、賃金を支払い、購買力を向上させようとした。効果は限定的であったと言われるが、州など地方自治体レベルで放置されていたアメリカ南部の貧困に対し、電力供給、マラリアの撲滅、図書館の建設などによって、 国家的レベルでそれを不可逆的に断ち切らせたとして評価する意見もある。また、世界最初の地域開発でもある。2018年時点でも後者は多数のダムや水力、火力発電所に加え、3カ所で原子力発電所を運営している。2016年10月には、ワッツバー原子力発電所の2号機が営業運転を開始。 アメリカ国内では20年ぶりの原子力発電所の新設となった。発電した電力は地元の配電会社を通じ、テネシー州やアラバマ州などの7つの州の約900万人に電力を供給している。近年、水力発電の衰退などで採算が悪化しており、オバマ政権が2014年度の予算強書で売却を含めた見直しの方針を打ち出すなど、 民営化が検討されているが、地元から反発が広がっている。ありがとうございます。